フェリス法番は、オハイオ州ロッキーリバー出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。ポジションは、ディフェンシブタックル。高校時代、彼は、学校記録となる、通算28サックを挙げて、USA トゥデーより、オールアメリカに選ばれた。またラクロスでもオハイオ州のオールステートに選ばれている。ボストンカレッジでは、先発43試合を含む通算45試合に、 出場し20.5サックを挙げた。4年時にオールアメリカに選ばれるとともに、ロンバルディ賞のセミファイナリストに残った。ビッグイーストカンファレンスのオールチームに3回、選ばれたがこれは、ボストンカレッジの選手としては、初めてのことであった。2000年の NFL ドラフト一巡全体25位で、ミネソタバイキングスに指名されて入団した。入団後すぐに、レギュラーとなった、彼は、 最初の3年間は活躍し、2002年にはオールプロセカンドチームに選ばれている。しかし2003年、2004年は出場機会が減少した。バイキングスには5年間在籍し、77試合に出場、192タックル、17サックを挙げた。2005年4月1日、タンパベイバッカニャーズと契約、ランディフェンスに貢献し、この年チームは、 NFC 南地区優勝、トータルディフェンスは NFL1 位となった。2006年には5年間1750万ドルの契約延長を勝ち取った。チームキャプテンを務めていたが、サラリーキャップを開けるため、2010年のドラフト直後の4月26日、バッカニアーズから解雇された。同年6月9日、セントルイスラムズと契約した。しかし8月6日、 背中の故障でシーズン絶望となり故障者リスト入りした。2011年から2年間は南フロリダ大学でコンディショニングコーチを務め、2013年より3年間はアリーナフットボールリーグのタンパベーストームでディフェンシブラインコーチを務めた。2011年、かつて在籍したタンパベイバッカニアーズに対してたびたび問題を起こしている秋ブリボーチームが 甘やかしすぎていると批判した。ありがとうございます。